こんにちは。ホンダフォトのゆうやとすみれです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日やってきましたのは、はい、滋賀県にあります牧野高原キャンプ場に来ております。はい。はい。ずっと前から来たいなとは思ってて、桜が見えるということだったのでやってきました。はい。はい、桜の具合はどうですか？ほぼ散っております。はい。8割、7割、8割散っております。だけど新緑の季節が来るということで、ね、緑がね、綺麗になってきて、さっきスミレの花も見つけました。そうですね、はい、だんだん春がやってきたなっていう雰囲気を楽しんでもらえたらなと思います。はい、雲がちょっとだけありますが晴れてます。はい、最高です。はい、じゃあ今から設営していきたいと思います。はい、じゃあちょっとだけ桜キャンプスタートです。スタートTurn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything.Sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love.This is everything with you right next to me. So alive in tonight. そう、滑らかなのが下で大丈夫。ざらつきがあるのは逆上。なんだっけ、久しぶりのフェザースティック。久しぶりのフェザースティックです。まだちゃんとできたことないですね、私。Say something clever to get in your mind. Cause right now we're not together, and I lose my within. Oh, I feel so much better whenever you're around. Whenever you're around, yeah, yeah. Whenever you're around, whenever.
to tell you about how much I'm sorry for the things I have done, for the things I've never been. こちら ms.com さんから焚き火バサミをご提供いただきました。私たち持ってなかったのですごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。メルカリで販売されてるようなので貼り付けれたら URL を貼り付けておきますので皆さんチェックしてみてください。かっこいいよね。木の感じがいいよね。そうそう、あの持ち手がね木なのとこのロープの部分も柄が可愛くて、うん、そう、これが30センチで作られてて、そう、結構有名どころだと43センチとかそのあたりが多いらしいんだけど、うん、あのやっぱ長すぎるとねハンドリングが難しかったりとかするけど、女性でも扱いやすい長さで作られてるそうです。かわいい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このままじゃダメなの？別に入れる必要ないの？あ、そうだね。あんまりふやかすぎるとあの破れやすい原因になってるから、ちゃんと一瞬くぐらせるぐらいで固めて。40度くらいのぬるま湯とか。はい、完成しました。今日のご飯は、はい、今日は、生春巻きとチキンのトマト煮です。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。あ、桜なので一応ね、ハムを桜型にカットしましたね。はい、してみました。うまっ、おいしい、柔らか、うん、生春巻き食べてみて。なんかね、オーロラ、うん、いろいろね、生ハム入ってたり入ってなかったりするで。これちょっと入ってないそれ入っとるね、ダメ。ソースは本当はピリ辛のものなんですけど、私辛いのが苦手なので、オーロラソース、ケチャップとマヨネーズ混ぜただけのやつ。おいしい、うん、あとは家にあったドレッシング類をいろいろ持ってきました。じゃあちょっとですね、今日はあの星空がちょっと見えないので、うっすらとこのテントの周りにも桜があるので、ほんのちょっとなんですけども、テントと桜と、まあ、ラシーンとかも入れて、ちょっとキャンプ用のライトとかを当ててちょっと写真撮ってこようかなと思います。はい、ちょっと寒くもなってきたので、またしても時短で撮ってこようと思います。はい、でそのまま歯磨いて寝ようと思います。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。
おはようございます。はい、今日の朝の風景はどうでしたか？雫も久しぶりに撮れたんで、うん、スミちゃんが見つけて。見つけました。もうないねって言ってたけどね、うん、ちょっと一人で遠くの方に歩いてったら見つけたので、撮りました。はい、3、40分ぐらいで撮るつもりだったんですけど、結局1時間半ぐらい撮影してました。はい、今日の朝ごはんは何ですか？マルゲリータロールです。はい、マルゲリータロール。ロールできませんでしたか？畳んでたね。畳みました。はい、でちょっと桜の下で食べようと思います。じゃあいただきます。いただきます。ここはチェックアウトが12時なので、今10時半なので、あと1時間半ぐらいゆっくりできます。これが11時チェックアウトだったらもうあと30分しかないですね。急いで食べてすぐ撤収しなきゃいけないんですけど、12時はありがたい。ありがたいね。はい、じゃあ今回の動画も見ていただいてありがとうございます。はい、よかったらグッドボタンと高評価とチャンネル登録3つお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
Wish that I could find